私チャーハンのレシピを100以上持ってるんですね。なので、はい、ちょっとチャーハンを作り続けていきたいと思います。まず一つ目、はい、やっぱり人気のキムチチャーハン。あのね、キムチってどうしても皆さんベチャってなるんだよね、はい、パラパラ、うん、しっとりふっくらパラパラが美味しいチャーハンのポイントなので、はい、簡単ですか？簡単です、はい、とっても簡単です、はい、まず豚肉、食べやすい大きさにもう粗みじんで切ってってください。キムチももうちょっと食べやすいようにもうここも粗みじんに少し切ってあげてください、はい、でもなんでみんなキムチチャーハン好きなんですかねってぐらい好きですよね。土曜日といえば大体チャーハンですよね。え、土曜日？土曜日といえば大体チャーハンじゃなかったですか？子供の頃。そう？あれ？もう？もう炒めていきます。まずちょっと香りを良くしたいのでごま油、はい、ごま油を入れていただいて大さじ1杯ぐらいかな。で、豚肉を炒めていきます。入れるね、順番も大事なので豚肉をしっかり炒めて火を通してくださいね。ここまではまず炒めて一緒、はい、炒って一緒かな。さあそこに続いてキムチです。はい、はい、キムチを入れます。キムチも水分があるものなのでここでしっかり炒めてあげてちょっと水分を飛ばして旨味に変えてあげてください。へー、うん、やっぱりあの何を主役にするかっていうのをやっぱり考えて作った方が美味しいと思います。今回の主役はキムチです。すごい香りが最高です。そう、やっぱりチャーハンは香りが命なので、はい、やっぱり香りを大事にしてあげてください、はい、必ず温かいご飯に卵を混ぜるパターンが多いんですけども、はい、キムチチャーハンは水分が多いので卵を先にここで炒めちゃいます。溶かずにもうで炒めてあげます。キムチの中に卵 あのまろやかさを入れてあげる。でここで美味しくなるポイント、すりごまを入れてあげます。もう絶対美味しいパターンです。うん、そしてここで炒めたらご飯を入れてあげます。ここに、はい、あのキムチチャーハンの場合は液体が多い、キムチに水分が多いからこういう順番で炒めてあげようとか、全部が同じやり方ではチャーハンもないので、それぞれにやっぱりあのどう生かしてあげるかで炒める順番が変わってくると、はい、今日は青宮ニラを使いましょうね、はい、温かいご飯で軽くこうやってほぐしてあげてから炒めていく、はい、そして炒めてあげると、でまたそうするとダマができてくるのでそのダマをほぐしてってあげる、この繰り返しです、はい、ほら普通のチャーハンみたいに絶対キムチチャーハンってこうやってパラパラって炒められないので、はい、そうですよね、うん、で最後味付けは鍋肌から、これも香りを作るイメージでお醤油です。お醤油で味を整えて、でおーめっちゃよいしょ、これじゃでも艶沢県ですね、うん、でも慣れればみんなできるよよいしょよいしょ、キムチチャーハンの完成です。私の最高のキムチチャーハンどうぞ。ありがとうございます、いただきますうん、おいしい。